欧五議会が SCP-5JP 特別破壊処置の決行を承認しました。皆様、ふるってご参加ください。桑名博士は行事連絡のメールを流し読みした。SCP-5JP と呼ばれる。4羽の鳥をかたどった彫刻のことを桑名博士は知っている。何らかの目的を持っているが、身体を動かすことができずにただ喋るだけのオブジェクトだ。非常に堅牢であるがゆえにこちらからも干渉できない。その膠着を破る許可を王吾が直々に下したのだ。すると桑名博士のオフィスへ、男が意気揚々と飛び込んできた。白子博士だ。桑名博士、見たかね、5JP のことだ。もちろん君も参加するんだろう？いいえ、なぜ、私が。何を言っているんだ。日本支部の五古代将軍と呼ばれる君が。誰がですか？それは誰がカウントされているんですか？一体どの機器を持ち込むつもりかね。私は超振動カッターを持ち込むつもりだ。だから私は参加しないと。そこで君に良い知らせがある。彼は桑名博士に耳打ちする。5JP は可能性のあるものに、神聖を持つ武器、というヒントをくれた。それが何か。私には心当たりなんてありませんよ。君が大事にしまい込んでいるあれだ。黒い剣のことだよ。桑名博士はアノーマラスオブジェクトとして黒の直剣を管理している。神聖かどうかは知らないが、確かに曰くつきのものだ。何かがわかるかもしれないし、試してみてはどうかね。落ち着いてください桑名博士。何度目とも知れぬ剣の振り下ろしは、これまで同様に破壊不可能の金属に弾かれれた。叫び返すのは SCP-5JP だ。もっとちゃんとやりたまえ。それだけの品格を持つ剣なら破壊は可能なはずが。で、博士、ちゃんと魚を狙ってください。しばらく繰り返して桑名博士は剣を投げ捨てた。で、は、まったくダメな話にならん。真剣があっても使い手がこれでは。誰か他に強い攻撃を持つ者はいないのか。いるわけ、ないでしょう。私の処置は以上です。結果は失敗。いいですね。その時、実験室の壁に取り付けられた電話が鳴った。博士が受話器を取る。はい、桑名、理事、は、修行で法力を高める。修験者免許、私が。桑名博士はこじんまりとしたビルの前にいた。自動ドアの隣には、大黒山道場修験道教習所の表札がついている。中に入った博士を、ジャケットを着た男が出迎えた。ようこそ、大黒山道場修験道教習所へ。私は教官の栄です。大竹です、よろしく。仮の名前を名乗る。ここでの博士は、財団が用意した架空の人物だ。桑名博士は免許を取りに来た。修験者免許だ。修験者として修行を積み法力を高めた個人に与えられるライセンス。このために財団は博士に3ヶ月の休暇を与えた。その間に十分に修行をし、真剣を使いこなせるように、SCP-5JP に破壊処置を施せるようになれというのだ。修験道教習所のことは一般には秘密にされている。桑名博士も知らなかった。それがここに来る流れになったのは、ある理事の紹介である。免許を発行する団体。収集員は一部を財団に吸収された組織で、彼はそことパイプを持っていた。それにしても、修験道といえばいかにも日本の古風な感じをイメージしていたのですが、現代的な建物ですね。本音を隠さずに言うと自動車教習所みたいな。以前は山の中の寺院で運営していたのですが、不便ですからね。古風なら雰囲気は出ますが、それだけでは受講者は減る一方で、通信インフラも弱いですし。まあ、そうですか。どこも世知辛いものだ。桑名博士は心の内で思った。翌日から免許合宿が始まった。桑名博士以外に11人の受講者がいた。全員がジャージを着て、長野県のとある山中をランニングしていた。先頭を走るのは教官の栄だ。皆さん、山と一体になるのです。後に続いてください。アイムアバリアントキャプテン。アイムアバリアントキャプテン。メタルのような明らかに向かない選曲を桑名博士は無視した。山の中、
足場が悪い場所をほとんど全力で走っていたために、ついていくことすら難しかった。それは他の受講者にとっても同じで、栄も途中からはほとんどペースを落としていた。大丈夫ですか皆さん。何、最初はそんな感じですよ。そうですか。集団は崖っぷちを駆け、山を登っては下った、川を登り滝行をした、それから来た道を戻って合宿所まで戻る。それが初日のスケジュールだった。翌日、博士は筋肉痛に苛まれた。それも1ヶ月続くと、全員が栄と同じペースで走れるようになっていた。なので、より過酷なコースに切り替えられることになった。3ヶ月後、山の中を呼吸を乱さず走る受講者たちの姿があった。木々の間を時速 15km で走り、幅 20m の谷を飛び越え、滝を遡上した。息を切らさぬ特別な呼吸法を覚え、どのような場所でも走ることができる走法を身につけた。さらに言えば、アイドンは長い。集団は歌を完全に覚えるまでに成長していた。これで合宿は終わりです。皆様、よくついてきてくれました。今回は脱落者もなく、全員に免許証をお渡しすることができます。栄の終了挨拶、その言葉に桑名博士は疑問を覚えた。一ついいですか。我々、やったことといえば体力作りだけで、これで法力が身についたのでしょうか。もちろんです。皆様は山と一体になることでその神通力を得たでしょう。それに、マントラも覚えてもらいました。マントラ、修行中にアンナに歌っていたじゃないですか。それから、受講者たちは免許証を受け取った。桑名博士はそれをまじまじと見つめる。外見はほぼ自動車免許証と同じで、各々の顔写真が入っていた。名前は偽名の大竹誠と書かれている。免許証の隅には発行者の名前が入っていた。収集員、ザグロバルオカルトコアリション。ぎょっとした桑名博士は栄を呼び止める。この発行者の後ろの組織、ご存知ありませんでしたか。うちのおかみはもう連合に加盟しちゃったんですよ。いやはや、グローバル化の波には逆らえませんね。博士は何も言葉が見つからなかった。SCP-5JP の設置された実験室には、今、歌い声が響いている。It's the time for peace. 桑名博士は真剣をに、3度素振りする。そして、5JP に対し正眼に構えた。周囲の研究員たちは息を呑んだ。神妙な歌はともかく、博士を取り巻く空気がいかにも神妙なもののように思えた。余計な言葉を口にすれば今にも断ち切られてしまいそうだった。へえ。剣を振り上げ。ストップナウジスワー。刀身が金属の魚を撃った。数瞬、時が止まる。最初に動きを作ったのは、桑名博士。うわー。剣を投げ捨てて、手を振り払う仕草をしてみせた。手が、しびれて。また失敗ではないか。ちゃんと修行してきたのか。してきましたとも、免許だってこの通り。博士は修験者免許を取り出し、5JP に見せつける。5JP は視線を動かしたわけではないが、それを見て。貴様、これは普通免許ではないか。は。桑名博士も免許を見る。並んだ枠の一つに、普通の文字が書かれているのみ、他の欄は空いている。大型特殊でないとそのクラスの真剣は扱えんわ。何ですかそれは、私は知りませんよ。とにかく、貴様が話にならん。誰か他のやつを。いるわけないでしょう。私はもう勘弁です。この件にはもう関わらない。いいですね。その時、実験室の壁に取り付けられた電話が鳴った。桑名博士は受話器を取る。はい、桑名、理事。受けてみる。大型特殊。私が、